こんにちは、あかりんことスターあかりです。さあ今日はですね、メーカーセブンさんとのコラボ動画になります。初めてですね、ありがとうございます。さて今日はそんなメーカーセブンさんからですね、こちらのマジックバブルエッセンスパックという商品がね発売されているんですけど、洗い流さない炭酸パックになっています。ということで今日はこちらを紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの実力動画スタートでーす。最近私がね使っているパックになるんですけれども、こちらめっちゃ見た目可愛いですよ。哺乳瓶みたいになってて、こちら韓国コスメになってて、新大久保で売られてる商品なんですけど、まず見た目が可愛い、さすが韓国コスメ。こちら洗い流さない炭酸パック&美容液の2 in 1スキンケアアイテムになっています。美容成分をたっぷり含んだ炭酸泡を肌の奥まで届ける O2 キャリアシステムっていうのがありまして、炭酸泡が肌をこう包み込んだ後、スーッと毛穴の中の隙間に栄養分がなじみ、より肌の奥まで新鮮な栄養分が浸透させることができるシステムのことだそうです。今まで老廃物として考えられ、必ず洗い流さないといけないとされていた油分を活用する商品のため、洗い流しの必要がないといったちょっと新しいタイプの炭酸パックですね。すごいですよね。確かに炭酸パックってこう塗った後に洗い流すっていうのがずっと主流だったと思うけど、こちら洗い流さなくていいんですよね。そうそう、ピンクとブルーで2種類あるんですけど、まずこっちのピンクはですね、美容ホワイトニング効果があります。美白になりたいとか肌をしっとりさせたいなと思っている方は、こちら雪蓮花というエキスが入っていまして、潤い配合を豊富に含んだものになっているので、そういった方にはピンクがおすすめだそうです。で、私が特に使っているのがこちらのブルーの方なんですけど、肌トラブルの改善をしてくれる効果があります。毛穴周りの古い角質を優しく取り除くピーリング効果だったり、ニキビや乾燥肌の肌トラブルを改善してくれるので、そういった方におすすめになってます。最近ねちょっとニキビができたりとか、あとやっぱ私は乾燥肌がすごく気になるので、ホワイトニングっていうよりこっちのブルーの方が結構使ってたりするんですけど、まあ、早速使っていきたいと思います。まずクレンジングと洗顔はあらかじめ済ませておいてください。そう、私今今日肌はもうすっぴんの状態なので、ここだけねちょっとメイクしてるんですけど、この辺だけやっていきたいと思います。基本的には夜寝る前のスキンケアとして使うのがいいみたいですね。こんな感じ、これをまあ 2,3 プッシュ出します。このプルプルのジェルみたいになってます。でブルーの場合はこことかこの辺の毛穴が気になるところにのせていきます。中心から外側へこういう感じで螺旋くるくるくるっと円を描くような感じで伸ばすと効果的だそうです。で角質を落とそうと強くこするのは肌に良くないので、優しく広げてください。でピンクのやつはおでことかほっぺたとか乾燥が気になる部分には厚めにのせるのがおすすめだそうです。でこんな感じで広げますと、わかるかな、もうちょっとシュワシュワ言い出してるんですけど、見える？見えるな。こんな感じで泡立ってくるんですよ。こんな感じで泡立ってきたらこのまま3分待ちます。でこの泡がマッサージ効果を待っていて、肌の血行を良くしてくれるのと、あと水分が通る道を開けてくれるそうなんですよ。本当になんかシュワシュワして気持ちいい、ちょっとくすぐったい感じがします。こしょばいってなる。すごい、泡がだんだん濃くなる。そう、面白いんですよこれ。サンタさんみたいだねこれ。すごい、だんだん消えてきたこの辺とか。でもねこれ使い出してから本当にね、次の日の乾燥とかも全然気にならないしね、いい感じなんですよね。すごいしっとりするし、もっちりするし、あとなんかいつもはお風呂上がった後化粧水する前にあのブースター塗って、化粧水塗って、美容液塗って、クリーム塗ってって感じやけど、これ1個でもっちりするからサボりやすいし、でもなんかちょっと凝ったパックな感じがするからすごく楽です。めちゃくちゃ楽。今3本ぐらい経ったので、この泡をトントントーンと叩き込んでいきます。優しくね。で、しっかりこうなじませます。でもしちょっとベタつきとかが気になる方とかはティッシュオフするといいんですけど、私は結構ねしっとりしてる方が好きなので、このままで大丈夫です。わかる？めっちゃもっちりするんですよほら。しかもこれが夜やった後、次の日の朝までしっかり続いてる感じがして、次の日の朝もすっごくもっちりしてるし、奥の方まで浸透してる感じがすごく私はお気に入りです。私めちゃくちゃ簡単やし、やっぱり炭酸タイプのパックってめっちゃいいもの多いんですけど、洗い流すのがすごくめんどくさいからサボりがちなんですけど、洗い流さなくていいっていうのがすごく楽なので、とてもおすすめですね。で忙しい時は30秒でも使用できるぐらい超簡単なアイテムになっています。結構2タイプあるので、自分の悩みに
合ったものが選べると思います。こうやってね、日によって使い分けたりするのもいいと思うし、ぜひ使ってみてください。新大久保で買えるので、ベイカーセブンさんのマジックバブル皆さんも使ってみてください。インスタ映えもしそうですよね、かわいい。はい、ということで今回はベイカーセブンさんとのコラボ動画初めてさせていただきました。ありがとうございました。で、他にもどんな商品あるんだろう、すごい可愛い商品があるのかな、この後チェックしてみたいなと思います。ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバーイ。